はい、じゃあ始めます。はい、じゃあ、 あと終わりですね。あと2つ、あと2回説法、これを含めてあと2回説法しますが、最後の方ですね、まあ今日は天寧について説明しておりますが、よりどころを転ずる、その最後のところですね。この諸聖徳のところでありますけども、悟られるところで得られるもの、私たちが悟りを開いたらどういうものが私のものになるのか、どういうものが得られるか、これを諸聖徳と言います。悟られるところの、悟って得られるところのものですよね。2つあります。諸賢徳と諸聖徳と言われますね。私たちが、天寧悟りを開いたら、あなたに現れるもの、あなた自身に現れるものが諸賢徳と言います。だからもともと存在していたものですけどね、つまり涅槃であります。涅槃というものがあなたに現れる、涅槃が私になるんですよね。涅槃というものが現れる、まあ、これに4つありますから、これを四種涅槃と言いますね。四種涅槃、4つの涅槃だから四種涅槃と、これを申します。四種涅槃ね、四種、ね、4つの種類の涅槃でございます。四種涅槃と言います。これが、諸賢徳ね、悟りを得たら得られるものとして現れるものが4つの種類の涅槃、本来自性清浄涅槃、無余涅槃、無余涅槃、無住所涅槃であります。あともう一つは次の講義で言いますが、諸聖徳で、悟りを得たならば、あなたの心に生まれる知恵があると、これを諸聖徳と言って、こっちは七菩提と言ってね、四つの知恵があなたの心に生まれる、八識がやがて四つの知恵に転ずる、ね、識が転じて、知恵としてあなたの心に生まれる、これを諸聖徳と申します。まあ、これを七菩提と言いますけどね。じゃあまずこの四種涅槃を簡単に言いますと、涅槃にはね4種類あるんですね。4種類ございます。あの大乗仏教ではね、これ4つ目がこれ大乗仏教だけで、初期仏教ではこの3つまでは説いてた、4つ目は大乗仏教だけでございます。それがちょっと違いますね。まず涅槃の本当の涅槃は最初のものなんですね。本来自性清浄涅槃と、こうね、いう言葉がございます。これが本当の涅槃、これは真理そのものなんです。真理そのもの、ただね、本来という言葉、これ調べたらね、ここから来てるらしいですね。日本語のね、本来はこうだと言うでしょう。これ調べたらね、本来という言葉はね、ここから来てるそうですね。本来という言葉調べたら、これ意味はね、もともと初めから、もともと初めからという意味でね、本来は、元来無一物という言葉があってね、人は本来空だから何一つ執着すべきものはないという意味で、一切から自由になった心境を本来というんですね。これは、ね、自由になった世界ですからね、もともとある真理なんですね。これ大宇宙どこにも遍満している、だから、ね、真理に目覚めたら私たちもこの真理を体得できる、煩悩から離れることによって、この世界に、これが究極の仏教を仏教が目指す目的ね。これが涅槃として現れる、私の上に現れるね、涅槃ですよね。これは真理だから、もともと存在してますから本来です。自性として、私の自性としてね、それは実は清らかであると、本来の自性は清らかであり、もともとこれは存在している真理そのもの、これを私たちは分からないだけね。先ほど言ったように、変化諸宗相が私を覆っているためにね、炎上実相であるこの真理が分からない、得た気象も分からないですよね。だから煩悩さえなくせば、煩悩から離れることさえできたら、この涅槃が、我が物となるということであります。これが本来のね、本当の意味の涅槃でございます。だから一番目は本来、もともとあったものだからね、真理そのものをこの言葉で表します。次に、右上
ネハンという言葉があります。これはお釈迦様が示し下された。ウヨエと言いますのは、まあ、ヨエ、これで肉体を表しますね。あまりの良いところ、これで肉体に、肉体があったままネハンに入る。お釈迦様はね、肉体があったまま仏の悟りを開かれた、ネハンの悟りを開かれましたよね。ただお釈迦様の方をウヨエネハンと言います、ね、肉体を持ったままネハンに入られたから、お釈迦様もやっぱりね、肉体があるから晩年ね、腰が痛いと、こういうこともね、おっしゃったそうです。あるいはね、阿難が聞いたんです。こんなお知らせがある、ね、お釈迦様なんか最近腰が曲がってますよと、なんか顔色がちょっとね、シワが出てきましたということを言われたそうですね。阿難から言ったら、お釈迦様で言ったらもうね、抜群の美男子でありね、かっこよくて、もう永遠の青年のように思ってたんです。ところが晩年になったらね、さすがのお釈迦様もね、ヨボヨボになって腰が曲がってきた、艶もね悪くなってきたということで、あなた仏様なのにね、なんで腰が曲がるんですかとか、ちょっと質問したところね、当たり前じゃと、たとえ悟ってもね、肉体があったら必ずね、ね、シワも出てくるし腰も曲がってくるということをお釈迦様ね、阿難におっしゃった。阿難はまだね50歳前後だから、まだ若いけどね、釈尊は80歳直前でありますから、やっぱりそういうね、ただたとえ仏様であってもね、肉体はボロボロになります。腰も痛くなります、ね、肉体がある間はこれはね、痛みは避けられません。でもね、ネアに入ってますから苦しみはゼロです。痛みと苦しみ違いますから。痛みは肉体ですから、苦しみは心が生み出す、煩悩が生み出す苦しみはゼロです。だから肉体で痛みはあってもね、苦しみはないから涅槃なんです。ただ表面的にはね、やっぱり腰が痛かったり、やっぱり膝が痛かったりしてね、周りから見ると苦しそうに見えても、それは体の痛みであって心は大丈夫ですね。やっぱり大事なんで心ですから、肉体はこれは仕方ございません。でそこで最後お釈迦様はね、亡くなる時は、ウヨエネハンから、ムヨエネハンに入りました、ね、肉体がなくなって、ここからが本当のネハンでございます、ね、もう肉体を失って、ね、永遠のね、まあ、真理そのものにね入られて、もう二度と再びお釈迦様は、一応教えから言ったら、ね、私は次の章を眉の世界に生まれることはないと、こう言い切って亡くなっておられますから、ただ釈尊が祭壇することはないんです。まあこれが本来の仏教ですね。でもところがね、こう言い切ってしまったらね、釈尊亡くなった後ね、ちょっとやっぱり困ったというかね、在家の方がやっぱりね、不満が出てきたんですよね。どんどんみんなね、悟って荒川になってね、もう二度と生まれてこなかったらね、残された私たちはどうすればいいんだということで、それでやはりですね、大乗仏教が生まれたのはですね、もう完全に涅槃に入るんじゃなくてね、ちょっと煩悩を残してみんなのために頑張ってくれと、これ本人の自由でできるんだから、本人の意思でね、あえて涅槃に入らずにずっとね、とどまることもこれね、可能なはずなんです。それで、涅槃をもう一つ設けたいと思って、もしお釈迦様が今現れたらね、きっとこの涅槃も得だろうということで説いたのが4番目の無住所涅槃なんです。これは初期仏教では説いてませんが、大乗仏教で説かれた涅槃、もし釈尊が今現れたらきっとね、この涅槃もちょっと追加しときますということで説いたと思いますね。これも素晴らしい真理、これが親鸞聖人の幻想栄光の根拠になった言葉でございます。これ素晴らしい真理なんですね。有名な無著菩薩の、正大乗論にあります。でこれを天人菩薩、世人菩薩がこういうふうにね、これ解釈したんです。意味は住むところがない、つまりね、場所にこだわらない、涅槃という場所に行かねばならんとかね、こういう苦しい世界にとどまったり、こんなはどうでもよくなるんですね。ちょっとね、涅槃でもね、劣った涅槃、最初話しました下劣といってね、ちょっと二条という人のね、下脱、涅槃はね、どうしてもね、この少女は嫌だと、こんな輪廻なんか離れたいと、私は涅槃がいいと、これはちょっと劣ってると大乗で言うんです。誠の涅槃ならばね、ほんな場所なんかどうでもいいじゃないかとね、
生死の世界、みんなと一緒にね、輪廻してもね、あなたは苦しみないんだから、囚われるなと。涅槃に従することにも囚われない。生死にとどまることも囚われない。なぜかと言ったらね、あなたには知恵と慈悲がある。悟った方にはね、誠の知恵と誠の慈悲がありますからね、こんな気持ちになるんです。知恵あるがゆえに生死にとどまらず、慈悲あるがゆえに涅槃に従せず。これが、ね、誠の菩薩の心境。これを大乗仏教はみんな目指すんです。あなたには知恵があるからね、もう苦しむことはないはずです。知恵があれば。だから苦しみ悩みのこのシャバ世界にとどまってもね、別にあなたは苦しみないから別にね、ね、おってもいいじゃないか。ずっとシャバ世界におって布教活動したらいいじゃないかということで、知恵があるから苦しみ悩みの世界にとどまることはありません。ね、だからおっても問題ないんです。またあなたには慈悲があるならばね。涅槃で、ああやれやれ、シャバ世界はつらかった、もうずっと涅槃にいてね、極楽のお湯に入すごです、ね、使ってね、百毒百ね、あのそういうあのいい世界にとどまりたいと、百毒の温泉に入ってゆっくり疲れたい気持ちなんかもういいじゃないかと、人々を救うことが幸せじゃないかということで、慈悲があるから涅槃にねとどまらずにすぐさまね、日帰りで浄土に行っても日帰りでみんなの中に飛び込んできて、みんなと共に幸せに生きる、仏法をお伝えする、そういう活動をしようじゃないかというのがこの無住所涅槃。これが第五老樹経で言ったら法蔵菩薩の心境なんですね。あの法蔵菩薩はね、私の菩提心です。救われた人はね、一人の法蔵が誕生して、法蔵はね、あの十方修行をね、もし浄土に生まれさせなければ私は仏にならない、十方修行みんなね、全員ね、浄土に生まれさせて、最後に私が浄土に生まれる。これが法蔵の願心なんです。これを大乗の菩薩は、一緒に実践しませんかと、こう勧めます。もちろん自由です。先に涅槃に入ってもいいですよ。でも、大乗の菩薩は、これを目指しましょうということで、訴えたんですね。それが第五老樹経。だから阿弥陀仏に救われた人はですね、いつでも涅槃に入れるけどもね、あえて涅槃に入らずに、ずっとですね、とどまって、ね、みんなが救われる、十方師匠が全員救われるまで、もし十方師匠が、ね、浄土に生まれることができなければ、私は阿弥陀仏、仏になれるんだけども、ならない。みんなをね、浄土に渡してから最後に渡るのは私だと。ただずっとね、皆に救われた人は、ずっと菩薩のまま、ね、仏にあえてならずに、高い菩薩の境地のまま、あの、まあ、47、48代以降のあの辺りでずっとね、51段でもいいんですけども、そんな辺りで、ね、ずっとあえて煩悩を少し残して、ね、ほとんど仏道修行に妨げならない煩悩を残して、活動するというのが理想であります。ただ、この涅槃をね、一つ加えて、ね、これを大乗の我々は目指そうじゃありませんかと。ということで、これで全ての人を救うというね、弥陀の本願が成就、ね、する時が来るようになります。ただこの話もね、非常にぴったり来る。有識三十の話もですね、この大無量寿経の教えと矛盾なくね、またあの教えがぴったり合わさって、話もつながっていくと思います。このね、四種涅槃、これがあなたのものになりますよと。悟りで得たところのものは、一つ目は A は諸賢徳、涅槃が、ね、あなたに顕現する、現れて得られるものですよ。これが涅槃でありますね。で次は B は諸聖徳で、涅槃が得られたならば、これは無為であります。無為といったらもう非現象、真理そのものね。じゃあここで無為、現象としてはどうなのか。肉体を持った我々ね、私たちが今度は、あなたの頃に生まれるものとは何かといったら、これが次の七菩提、四つの知恵が、四つの菩提があなたのものとして、ね、四季が転じて知を得るというね、まあ、四季を転じて、ね、八色を転じて四つの知恵を得るというね、そういうところを最後にね、この諸聖徳で、表しております。
じゃあそれはどういうものかね、しばらく休んでから、そういうお話をしたいと思います。